田です。皆さんこんにちは。イエーイ。今回本物のカルボナーラのパスタを作りたいと思います。イエーイ。やっとイタリアン料理。イタリアと日本のパスタは全然違う。あのさ、スーパーであるんじゃん、そういうカルボナーラのパッケージ、生クリームでたっぷりみたいなものあるなんですけど、それ生クリームいらない、え、生クリームじゃない。確かにそのイタリアのレシピットとか日本のレシピットだとかなり違うから、私も最近料理はねちゃんと勉強したいなと思って、皆さんと一緒に作りたいと思います。イタリアの有名なの YouTuber のシェフさんがいて、あのシェフステファノ・バート今イタリア語で言ってみたんだけど、ステファノさんはねの料理がねすごくうまくて、私そういう、まあ、家にずっといたの時期でちょっと真似してみて、おマジ美味しいなって思ったから、もう一回この動画を真似したいと思います。なぜというと全部イタリア語だから、日本人から見てもわからないあのものが多いし、あとここ日本人もすぐ作れるのカルボナーラもしたいと思います。さすがにねシェフさんだしイタリアに住んでるから使ってるものはねあの全然違うと思うなんですけど、結構近い味にして、まあ皆さんもすぐ見つかるもので集めて作りたいと思います。今日は2人分の、料理を作りたいと思います。ですね、一番最初はこれ、スパゲッティレチェッコベーコン。実はねベーコンじゃなくて本物のカルボナーラだったらグアンチャーレが必要なんですけど、日本であんまり見つけないからベーコンを使いたいと思います。イタリア人すいません。チーズ、これチーズはね普通のチーズのじゃなくてペコリーノのチーズを使いたいと思います。ペッパーです。で卵、ここに実はね秘密の食品、いやでもね秘密のものも紹介したいと思います。パパーン、ファット、まあ簡単に言うとその豚のファットですよね。これが最初のフライな感じして味がもっと濃くなるように、したいと思います。では始めましょう。まずはチーズのマッシュしたいと思います。ですねこれをやりながら、ちょっとカルボナーラはねどうやって、めっちゃ柔らかいあ、めっちゃ柔らかい。確かにパルミジャーノと違ってペコリーノ超柔らかいチーズなんですけど、はい、とりあえずカルボナーラはねどうやって生まれたのはをなんかちょっと話したいと思います。いろんなバージョンがあるなんですけど、まあステファノさん言ってたのは50年の時に戦争が終わってアメリカ人がいたんじゃないですか。でアメリカ人はねよくそのなんだっけ卵とベーコンを食べるんじゃないですか、朝ごはんで。でそれがなんかイタリアっぽくにしようみたいな話してて、でそのベーコンよりかワンサールを使って、でその卵だけじゃなくてもう完全にパスタ、新しいパスタが50年ぐらいに生まれたんです。それはカルボナーラのストーリーらしい私も知らなかったんです。生きてる、あーなんだ、ちょうど60だ、最高、おいしいですね、ホントベーコンは一番の間違いなんですけど、なんでベーコンじゃなくてグアンチャーレなのって聞かれる方はね、グアンチャはほっぺだから、ここからほっぺまでの取ってるお肉、それはねやっぱり味は違うし硬さは全然違うらしいんですよ。ベーコンはどっちかっていうと甘いイメージは多いし、やっぱり柔らかいしまだ優しい味はしてるんだけど、グアンチャーレはね普段そのペッパーとか塩をよく使ってるイメージで結構硬いから味はね全然違うらしいんですよ。でも本当普段が見つかんないだと思うから、ちょっと申し訳ないんですけど今日はちょっとベーコンでやりたいと思います。で
今から卵と、ペコリーノを混ぜたいと思います。ピューはい、でここによく混ぜましょう。これちょっと効かなかったちょっと使ったかも。いやー、美味しそうこれはい、でここに、はい、ちょっとね今いい感じになってきました。でここでペッパーを使いたいと思います。あ、多めぐらいでも大丈夫だと思います。ちょっと半分になるぐらい OK、 これぐらいでいいと思います。ぺちゃん、でここも1回乗ってます。おお、いい感じやばい。で今水がボイルをしながらソースも作りたいと思います。ベーコンの作り方ですよね。ベーコンする前にさっき言ってたのをグラスとファットのところをちょっとかけたいと思います。でここからベーコンも入れたいと思います。これぐらいで使いたいと思います。では同じ感じで美味しそう。よいしょ、こんな感じでやらわかくするまで待ちます。でそこからトーンってちょっと混ぜて、美味しいです。そうパスタはね必ずパッカッとはしないんですよ。そうですね、本当はそのバンシャーレのパッのところがすっごく多くて美味しくて、そのソースが出てくるんですよね。でもベーコンはそんなものがないからちょっとね、それがちょっとだけなんて違うなんですけど、許してください。このホイルをちょっと取ってさっきの卵のやつに入れたいと思います。これでね、カッサならないようにしてます。1本で大丈夫です。うおー、で、これでもう1回混ぜます。あー、いい感じになるんじゃないですか。あ、すごいいい匂い。あ、これが結構いいソースが出てきたんじゃないですか。これ、うん、結構ベーコンがね、好みだと思うなんですけど、私は結構クランチクランチ、あれクランチクランチじゃないかな、ちょっと硬い、ちょっと色付きの好きですだからそれでしたいと思う。ちょっとね、みんな絶対これ、ああやっちゃダメって言われるんですけど、私はね、ほんと個人的にそれが好きだから、ほんとこっちの方がすっごく味が濃いです。はい、テレビによくやってるのね、これね、これね、悪い意味といい意味両方あるなんですけど、みんなこうしたらお腹空いてるんじゃなくて、いろんな意味があるですからね。おいお前何見てんだよとか、まあ、これだとかの意味です。はい、できました。で今からパスタをベーコンのところに、ルージャーランドレーのごめん、あ、入れましたはい、でここで混ぜて火を止めると、この卵ソースを入れたいと思います。あ、いい色してるんですね。うおー、はい、全部でラメッテもドッタドッタガジリアもガウンジラジラジラドンドケカスカンドンドで、ここから秘密のことを教えたいと思いますこれ、もう一回ちょっとだけお湯が入れてもう一回混ぜます。よいしょ、もう一回混ぜます。もうなんか美味しそう、これやば、作りすぎてたの。でも2人分だからちょうどいいかも。これ2人分のイタリア人ね、2人分のイタリア人こんな量ですよ。多分日本人から見ると4人分じゃねって思われるかもしれないけど、よっしゃ。で10に水を入れてください。私2回か3回ぐらいでちょうどよかったから、自分の
クリームのソースはどのぐらいでいい感じになってるのかってで混ぜます。はい、できました。まあイタリアねのやつとちょっと違うなんですけど、今からちょっと味をしてみたいと思います。Buonissima, garantita al 100%, guardate la mia faccia convinta e la andremo a mangiare subito. では、今から食べてみたいと思います。絶対美味しい。もう私が作ったから絶対美味しい。嘘。本当は初のカルボナーラだからさ、みんな優しくにしてね。はい。で、最後にちょっとだけもう一回ペッパーを入れたいと思います。最後の最後にチーズ、ペコリのチーズを、ボラーえ、プロンタラバスタでは、いただきます。ブアナッペディート。うぉ、はい、せーの。こんなにダメではないかも。やばい、なんかつまぐらいもになりそう。美味しい。多分ちょっと普通のカルボナーラよりが味がちょっと少ない。なぜというと、あの塩ってさ、パスタのところだけに入れたじゃん。そのパスタのところに入れたんですけど、もともとそのグアンチャーレンと本物のペコリーノはね、これよりがもっと味が2倍ぐらいは強いから、今あちょっと塩は足りないね、でもパスタの方足りないじゃなくて、このもともとベーコンとかそのペコリーノはね、優しい日本の味だからちょっと足りないかもしれないなんですけど、これは完全に好みで、もう最後にもうちょっと塩が入れるべきだったんじゃないかなって今思ったんですけど、マジで美味しい。本物のカルボナーラはこんな感じなので、皆さんも、家で作ってみてください。あとは感想も言ってくださいね。コメントに待ちしております。次は何か料理をしてみてほしいのか、ぜひコメントにしてください。待ってます。あと登録のチャンネル忘れないでね。チャオ。